こんにちは、速稼塾の久保です。例のネットワークビジネスにご参加中の皆様、そして参加されていた皆様、今回ね、視聴者さん、そして塾生さんからの Q&A メッセージの中でですね、持続化給付金の入金がありましたというお知らせになります。久保先生、いつもありがとうございます。私も例のネットワークビジネスの参加者です。例のやつネットワークビジネスの参加者。お叱りを受けるかもしれませんが、正直に申します。私はこのネットワークビジネスに参加した時も、久保先生には納税はどうするのかということをお問い合わせ、税理士さんとよく話し合ってくださいと言われたにもかかわらず、バレんやろという思いで確定申告もしていませんでした。いかんですね。開業届をするとそこからバレると思ったので、それすらしていませんでした。最悪ですね。でも例のネットワークビジネスの売り上げは昨年の10月からなし、今年もなしです。カスタマーサポートに電話してもつながらず、毎日腹が立っていました。久保先生の動画で、最悪の状況でも最善を尽くすんだと言われてましたが、私はこうして毎日電話をすることだと勘違いしていました。勘違いですね。久保先生は全く違った最善を尽くされていました。それがこの持続化給付金の活用についてです。この度、久保先生の言われるように手続きを取りました。そしてあっという間に入金までいただきました。100万円です。毎日電話をかけていたのは一体何だったのかというぐらい今落ち着いています。ネクストも参加しました。改めてよろしくお願いします。久保先生はよくこんなことまで知っているなと感謝とともに感動していますということですね。ということなんで、まあ、結構ね、最近これねやってるんですよ。今6月がね下旬になりましたけども、この方はね5月のだから下旬くらいにこれ手続きされたんじゃないかなと思うんですよね。税理士さんのとこ行ったりとかね、開業届出したりとか修正申告したりとかいろいろあったと思いますけども、手続き自体は私の動画を見てから3日ぐらいで完了したそうなんですよ。でこの度入金が完了ということで、何ですかね、喜びのメッセージですね。まあですんで、1ヶ月かかってないですね、入金まで。ですから今からでもね、修正申告したり開業届を出したりとか、それから持続化給付金の手続きをしたりとかして、まあ7月の半ばぐらいに、まあこの方の例で言ったらね、100万円いただけばいいんじゃないですかね。まあ私はそう思いますけどもね。残念ながら退会された方とか、私の動画をね見なくなっちゃった方は、この持続化給付金と例のネットワークビジネスがこういうふうにね、今むちゃくちゃ相性がいいこと気づいてないのかもしれませんね。はい、今回ねおめでとうございます。それでは以上です。